私は日本から参りました宮本武蔵の兵法二天一流正統第十一代を継承したものです。二天一流は兵法です。兵法というからには殺し合い。しかし武蔵先生の五輪の書をいただくとき、私にとってはこの五輪書が仏法書であり、また私の人生のバイブルでもあります。私は第十一代として劉宗武蔵の教え、心、そして技、正法、これは型のことを申しますけれども、この教えを次の代に主の教え、一つも漏らさず一滴もこぼさず次の代に移すべく精進していく覚悟でございます。武蔵先生の著された五輪書の冒頭に、自分は子供の頃から剣術をしてきた、そして13歳にして初めて殺し合いをした、その後30歳まで60数度の戦いをした。しかし自分は30歳になった時、自分の生き方、また兵法、これでよかったのかと深く深く反省をしました。そしてその時に自分で悟ったこと、自分が60数度勝ったけれども、行幸によるもの、たまたま運が良くて、たまたま相手が弱くて勝ったんであって、何も自分が剣を悟った、そういうものではなかった。まだまだ自分は人としても、また剣術家としても、まだまだ本物じゃないという大きな世界に踏み出しました。それが30歳の頃であります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。